はい、じゃあ今週の相場解説始めていきます。5月17日月曜日朝5時46分の相場を見ております。早速切り替えていきますね。なかなかね難しいんで基本に立ち返っていきましょう。まずは週が変わったんでウィークリーです。ウィークリーを基本に立ち返ってみるとどういうことかっていうと、これがね右肩下がりなのか右肩上がりなのかそれとも横ばいなのかってことなんですよ。これは横ばいというふうに判断しますね。横ばいの拠点ってのはこことここ、そしてこことこことここ、この5つの点を結ぶと2本の棒のようになるでしょ。で横ばいになるってことなんですよ。だいたい横ばいなのか右肩上がりなのか右肩下がりなのかってことは、この図で見る一番左のスタートの地点と一番右の終わりの地点を見てみますね。それを結ぶと右肩上がりか右肩下がりが見えるんですけども、やっぱり横ばいですよね。はい、じゃあまずはウィークリーが横ばいですということでメモに書いておきます。ウィークリーが横、はい、じゃあ1個書きましたよ。で次はですねデイリーになります。1日足なんですけども、先ほどの理屈でいけばここからここに行ってますんで右肩上がりっていうふうなことが言えますよね。まあですんでこちらの方に書いておきます。次はデイリーが右肩、右肩上がりですね。で次は4時間軸です。4時間になってくるとこれもこっから始まってこっから終わってますんで、まあ上昇してる右肩上がりというふうなことが言えるんじゃないですか。ですので4時間も書きますね。あれ閉まった、これになっちゃった。ちょっとすいません、時間を取らせます。これやっちゃうとね面倒なんですよね。はい、上がり、はい、時間取らせました、すいません。で次が1時間足ですけども、これが1時間なんですよね。1時間もここから入ってきてここで終わってますよね。ということは右肩上がりということが言えます。でどうでしょうか。こう整理するとね、ウィークリーはともかく横ばいなんですけども、デイリー4時間1時間が右肩上がりで揃ってますよね。まあ、ですんでこれは右肩上がりのトレンドっていうことができるわけなんですよ、うん、でもう一回図の方を見ていきます。ウィークリーです。今この図っていうのは前回の解説だとね、高値圏に入ったからこっから下の方に行くんじゃないかなってことで大枠は見てるんですけども、大枠はね、デイリーを見てみますと下に下がるにしてもね、まだ上昇の勢いをとどめているってことだと思うんですよ。もしこれが下落に入るんだったらヘッド&ショルダーを完成させるなりね、こっから1点底でグーッと落ちていくなりっていう動きがあるんですけども、なんか抵抗して上の方に下がった分だけ上がってるを繰り返しているということなんですよ。もしかしたらこれ W の右辺が強いに通じるかもしれませんよね。ということなんでこの辺まではまだ上がるんじゃないかなっていうふうに見ることもできるんですよ。で、4時間の方を見てみますとどうでしょうか。こちらの力点を突き破れてはいないんですけども、もう一回トライしようと思って上の方に上がっていくように見えます。で全体的には右肩上がりなんで、右肩上がりに行く力がまだ働いてるってことなんですよね。まあ本来これがなくなっていたらここで叩き押されてこんな陽線なんてできないんですよ。もっともっと落ちていきますからね。ここの抵抗を割って下の方に行くってことも考えられたわけなんですよね。でも長いヒゲを出して、これ下ヒゲを出して上の方に行ったわけなんですよね。で1時間の軸を見ています。改めてなんですけども、上がる勢いは強いんですけども、下がる勢いっていうのはそれほど強くないっていうのが見て取れます。まあ横ばいでとどまっているかなってことです。全体的にはこうやって右肩上がりですし、今まで見てきた時間軸でも右肩上がりの解釈が成り立つということは、これ上昇する可能性高いなっていうふうに踏むこともできるんですよね。まあ今日言えることはそれだけです。反面ここまで落ちる可能性もありますからね、この1時間にしても。
ということでね、今日も特にエントリーにつながるようなことはお話できませんけども、基本に立ち返って全体の時間軸を右肩上がりなのか、右肩下がりなのか、横ばいなのかってことを整理してですね、それぞれの時間軸を一つの画面に起こしてみて、全部行く方向が揃っていたらそちらの方にエントリーすれば、まあ負けはないっていうふうな、これ基本の考え方になってきます。まあ、その上で別の要因があって、上がりきったところの上がりが下がったの、上がりきったところの上がりが揃ったところなのかっていう問題もありますけども、今はそういうふうなね、副情報がなかなかね、決めにくいんで、第一情報だけで見ていって、これは買いの方で入ることはあるけども、まあ、それを前提にもうちょっと用心深くね、この月曜日見ていこうかなってことですね。いや、苦戦しそうですね。先週は本当に苦戦しましたけども、今週もその流れを引き続けて、相場が動き始めたらね、またなんか見えてくるのかもしれませんけども、今日の時点でまだ相場が動いてない時に判断すると思ったら、これが限度ですね。ということで、大したことは言えませんでしたけども、まあ難しい日は来ますんでね。こういう時にどう冷静に対処するかでございます。とりあえずエントリーは控えに控えまくって、エントリーするにしてもロットをね、いつもの2分の1から3分の1ぐらいに抑えて、損失を抑えながら、いろいろと気づきを拾っていきたいなと思っております。本日は以上です。おはようございます。5月18日朝5時45分ぐらいですね。いや、見えてきましたよ、相場の方。だんだん見えてきたんで、こっからね、ちょっと反撃していきましょう。まあ、画面切り替えていきますけども、まずデイリーの方からご覧ください。こちらです。はい、デイリーの方なんですけども、何が見えてきたかというとね、これね、上昇に向かいますね。上昇に向かうというふうに言わせていただきます。ちょっと私、補助線をね、こういうふうに引いてみたいと思うんですよ。ここの、横ばいになっているところをさらに伸ばして、ここも横ばいになってますよね。それをさらに伸ばしていくということです。そしてですね、今、こちらのロウソク足は大きな陽線を出した後に下の方に少しずつ下がってきてますよね。これがね、このゾーンに触れたら上の方に跳ねていく技なんですよ。で、これがどういうことを意味しているかというと、ここからこういうふうに斜めのチャンネルラインが引けるんではなかろうかってことです。そしてここを越えていくシナリオですね。これがデイリーで見えてきたかなと思います。もちろんそうならない場合もありますけどもね。でも今ずっと見てきた中でこのパターンが一番多いんで、そのパターンを仮説として盛り込んでいこうと思いますね。じゃあ4時間です。それを裏付ける4時間になるでしょうか。はい、例えばこちらの方、特にここ2点底になってます。だからね、上昇の勢いが強いこの横ばいの箱になってるんですよ。で、今少しずつ下がってますよね。この下がっているのは結局この突発的になられた陽線を、まあ、保管するものになってるんですよ。ですからここに入ったらこの陽線の勢いが消えますんで、逆にダブルボトム、これがね、上昇浮力を作らせてるわけなんですよ。まあ、ですんで拮抗はすると思いますけども、最終的には上の方にもう一回ね、跳ね上げていくんじゃないかなと思います。で、109円785に赤線を引いてるんですけども、これずいぶん前に引いた力点なんですよ。これを超えるんじゃないかなと思うんですよね。しばらくはだから、セルの方に動いていきますよ。だからそれをずっと待っていて、これがくるっとね、引き換えて、倍の方に変わる瞬間があるんで、そこでエントリーしようかと思ってるってことです。で、1時間見ていきます。1時間は見やすいです。ね、ここに、陽線があるでしょ。で、その陽線を、取り戻すかのように徐々に下の方に下がっていってるんですよ。で、下がっていってここと同じぐらいのポイントでですね、この辺りですか、ちょっとはっきり分かりません。ここら辺かな。これに達した時、価格でいうと108.780855635、この辺りに触れた時に上昇に転じるんではないかなと思って、今日1日を見ていこうかと思います。まあ、そこに達しない間にこういうふうに上に上がったりすることもないでしょうしね。であと、これが下がり続ける可能性も低いと思います。ですので結局倍の方で待ち構えてはいるんですけども、エントリーポイントとしては108円の855あたりから警戒して、108円の635までには倍の方に振り変わっていくというふうに考えてますってことですね。はい、ということでね、なんとか仮説が立ちました、シナリオが作れたんで、この一点で今回は待ち構えていようかと思います。それでは今日一日、この仮説が
立証されるのか、それとももう一回外すのか、ドキドキでございますけども、エントリーポイントも決まりましたんで、しっかりとね、ロットを積んでエントリーしていこうと思います。行ってみよう。はい、おはようございます。5月19日朝6時の相場解説になります。まずデイリーを見ていくんですけども、私はね、こう十分下がった後で上昇に向かうというふうに考えております。ここですよね。この辺りに入ったら上昇に向かう、跳ねていくんじゃないかなと思うんですよ。というのが、ここだけ見ると上昇トレンド、こうやってね、チャンネルライン引けるんですよね。で、全体的にデイリー見ていると、これ右肩上がりじゃないですか。ただね、やっぱりね、細かく時間軸を見てみると下がり続ける可能性もあるんですよ。というのがね、多分ここを越えてここまで行くんじゃないかなっていう見方もできるんですよね。ここにゾーンが1個引けるわけですよ。下ヒゲで跳ね上がったところのきっかけになりますんで。で、ここまで落ちることもあり得るんですよね。このネックラインを超えるかどうかっていうのが一つのポイントになってきます。引いてはここですよね。ですんで、ここから第一仮説で、今日にでも上昇に向かっていくっていう考えもありますし、それがなければここまで下落するためのセルでのエントリーを考える。それがデイリーで考えられることですね。で、4時間になってみると、確かにこちらの方で天井を書いてですね、落ちていってるところあります。で、この辺りまで下落は続ける可能性がありますが、ここで跳ねて上昇に向かうというのが第一仮説なんですけども、第二仮説としては突き破って下に行くと。で、ここにダブルボトム、ヒゲ先のダブルボトムがありますんで、ここを破れるかどうかっていうことになってきますよね。で、これ1時間見るともう想像ついてると思いますけども、完全な売り目線です。だから、ここ1時間だけ見るんだったら下落トレンドが始まっちゃってるんで、1時間だけで見るんだったらセルに入っても間違いないかなと思うんですよね。まあ、昨日の段階でエントリーするんだったら、まあ完全にセルですよね。ただ私は昨日でもお話しましたけども、ゾーンのところまで降りていって、そこからの反発バイを狙ってますんで、セルで入ることはしなかったわけですよ。様子を見ていたってことになります。今日中にだからバイに入るか、セルの方でエントリーするかってことが決まるんじゃないかなと思ってますね。まあ、本日はそんなところですね。以上です。はい、速稼塾の久保です。今日は5月20日深夜3時になりますけども、なんでこんな深夜にね、 FX の相場解説を撮影するかと言いますと、そうなんですよ、もうね、うまくいったんですよ。というのが、おとといですね、バイコールが見えてきたっていうタイトルでお届けしましたように、一点の仮説に絞ったわけですよね、私はね。その後で、まあ、第二仮説も昨日作ったわけなんですけども、一点に絞った仮説でどういうふうなことを言ったかっていうと、まずね、108円の855で警戒して下がっていってますからね。下がっていってるのを855で警戒して、635で倍のポジションを取るというふうに、おとといの倍コールの動画でね、お話ししました。で、1日待って、まだね、深夜、ずっと見ていまして、ついに来たぞということなんですよね。そこでエントリーをかましたわけですよ。で、この辺をお伝えしたくって、今回動画を撮ってるんですよね。まずは、今日は変則的なんですけども、4時間の動画からご覧いただきましょうかね。4時間の方に切り替えます。どうぞ。はい、4時間を見てください。私がお話したのは、ダブルボトムのヒゲ先があるでしょ。で、警戒すべきは、108円の855ですから、この辺りで警戒ラインですね。ちょっと赤で引きましょうかね。855ですから、この辺りが警戒ラインです。ね。この辺りで警戒して、で、実際にエントリーするのは635ですから、この辺りになりますよね。635で倍に入るよってことだったんで、かなり良かったでしょ。エントリーした瞬間、多少ですね、下の方に潜りましたけども、ヒゲをつけて、ちょっと黒で描きますね。ヒゲをつけてぐーっと上に引き伸ばされて、短時間のうちに、それこそね、これね、4時間ですから、5、6時間のうちに109円台の206まで引き上げてくれたわけですよ。ですんで、ここでイグジットですね。というのが、ヒゲがここにありますから、ここまでは伸びないだろうということなんですよ。ね。ということで、だいぶ今回も取りましたよ。635からね、入ってますからね。だからまあ50ピップスちょっとということになります。
イグジットしました。で整理するとですね、ダブルボトムがあって、ここにゾーンがありましたという話をしましたよね、まあ、ですんでね、今回ねこのヒゲのダブルボトムに気づいたところが大きかったなと思いますね、ここ。ということで他の時間軸見てみますよ。1時間見てみましょうか。1時間を見るとこういうふうにね、まさにね635が本当にいいポイントだったと思います。635ここで入ったわけですからね、私ね。でちょっとして転換が起きたわけですよ。バイからセルの方に、あ、セルからバイの方に変わったわけです。この V トレンドを作りましたよね。ずーっと下がってきて振りをつけてグッと下に行って上にパンと跳ねたとこみたいな。で今この瞬間ここにいるってことですよね。これが1時間です。じゃあ全体の1日足をちょっと整理してみますよ。1日足で私がお話したのはここが転換になってトレンドはこういう風に向かっていくってことだったですよね。だからバイの方に入るということだったんですよ。でこれが私の筋書き通りだったらなんか紆余曲折しながらねまたこの辺まで上がってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。これはだからもうちょっと見ないと分かりません。瞬間的なバイの風には乗ることができました。でも先週から私苦戦してますように1週間こらえてやっとね50ピップスなんで売り上げとしてはちょっとね悪いんですよね。だって営業日数10日で50ピップスってことは1日5ピップスが取れてないっていう割り算になりますからね。まあコンスタントにね20ピップスぐらいだったらいいんですけどもね、5ピップスとかじゃあね、というところあります。まあでも取れてよかったよかったですよね。かなり難しいポイントだったと思いますんで、私みたいにね深夜まで起きてないとなかなかこれは取れなかったと思います。で予約をかけるほどでもないんで結構じりじりとチャートをね見ちゃ寝て見ちゃ食事して見ちゃなんか他のことしてみたいな感じだったですね。いや今回はなんとか取れました。ただちょっと時間かかりすぎですね、まあ1週間ほど見てやっと50数ピップスが取れたかなというところでございます。それではねまだ夜明けまで3時間ほどあるかと思いますけども、まあ、今日も用心深く見ながら、まあ、追加の動画するかもしれないですね。はい、じゃあ楽しみにお待ちください。深夜までじりじりと見ていた方は取れたと思います。で私が一昨日バイ航路で見えたという形で855で警戒して635でバイに入るよって言ったのをそのまま実践された方はかなり取れてると思います。以上です。おはようございます。5月21日朝5時19分の相場解説になります。いやちょっと苦戦してるねこの2週間なんですけども、1週間目は全く手も足も出ないような形だったんです。でも2週間目の今にしてですねなんとなく形が見えてきました。で前回もですねバイへの航路ということで、まあ、この辺りのレンジに入ったらバイで入りますよ、ここで警戒してここでエントリーしますよって言ったのは、まあ見事にそうなったわけですけども、またですねグッと下に戻ってきて同じようなレンジ帯に入りそうです。今回も同じ戦略で警戒するべきポイントとそれからバイでエントリーするポイント、この2点に絞って相場を見ていこうかと思います。それではねいつものようにまあデイリーから見ていきましょうか。こちらをどうぞ。はい、デイリーになりました。これねどう見るかっていうと、ずーっと上に上がってきたじゃないですか。そしてですねここでまあゴニャゴニャっとしてるわけですよね。でロットを取るのはここなんですよね。要するに伸びたところ、こういったところで取るわけなんですよ。ですんで、あ、ここもそうですね、ここもそうです。ですんでこういうところでは取りにくいんですよね。横ばいに行ったりとかこう変わり目のところでは。でここでも売りで取れてると思うんですけども、さあここでね問題なのはこちらの1回目の横ばいのところを伸ばしていくとここで抵抗体ができるわけですよね。でまさにこの抵抗体で買ったり売ったりしてるわけなんですけども、ちょっとざっくりしすぎてますけどね。見方としてはこんな感じです。もうもじゃもじゃするところはまさにここなんですよ。でバスッと進むところっていうのはまああのロットを取りやすいところなんですけども、今ねあのもじゃもじゃしてるところに入ってるんですよね。ですんで下にバスッと抜けるのか上にガスッとね戻っていくのかが分かりにくいということです。まあその中でもその難しい中でもやっぱり勝ちを取っていかないといけないんですよね。ちょっと4時間見てみましょうか。まあ戦略としてはね大体ね昨日と一緒なんですよ。こういうふうになってますよね。
ヒゲのダブルボトムがここにあって、ね、まあだからね、そうですね、もうこれですかね。ここで大きく巻き戻されてるんで、この辺りですね、やっぱり。警戒するべきポイントっていうのは、今もうすでに入ってますよね。だからね、108円の625に達するまでに倍で入った方がいいかなと思ってます。108円の625を突き破っていく。そして、この水準を超えていったらセルですね。この2点です。だからいいですか？108円の625で倍入ります。108円の545でセルに入ります。この2つに絞って、これからね、相場を見ていこうかと思いますね。で、1時間を見ますね。1時間見るとどういうことかっていうと、ぐっと下がったところで、前回はエントリーして利確できたわけですよね。で、このまま上の方に伸びるかと思ったら、そうではなくてもう一回下に下がってきたわけですよ。まあ言ってみればここに抵抗体ありますからね。ここへね、ここで戻ったところと、ここで下落の始まったところとが、ここで抵抗体になるわけですよ。まあ、ですので、ここでセルに入れていればさらに良かったんですけども、まあ寝ていましたんでね、入れないというところはありました。はい、それで、今ですね、そうですね、まあ、645で入りましょうか。645、ここでちょっと今回はタイマーを仕掛けておこうかと思います。ここに達したら倍で入ります。108円の645ですね、書いとこう。108円の645で倍に入りますね。あら、じゃあこういうところにしときましょうか、今回は。はい、ではこれで一旦決めさせていただきます。はい、108円の645で倍に入る。これタイマー仕掛けておきますんでね、一つの挑戦でありますけども、まあ昨日に習って昨日と同じような動きをすればうまくいくんじゃないかなと思います。あとは下方は寝てまででございますね。まあでも645に下がりきる前に上に上がることもありますね。その時はまあ諦めます。じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、5月22日土曜日ですね。一応朝の時間5時半になってます。もう今日は相場動きませんけども、昨日予約投稿108円の645で倍ということでね、予約投稿してその動画を皆さんにお届けしました。その後どうなっているかはこの図を見ていただければはっきりとわかると思います。108円の645にしたのは前回と同じ理由です。一回下に下がったものがゾーンに触れると大きく上に跳ねるんじゃないかなという予測をした時に、ここはこうなりましたよね。で、まあこのぐらいまで大きくならなくても多少はピップス伸ばすんじゃないかなと思って、今回こちらの方にさせていただきました。まあ30ピップスほど取ってエグジットということになりましたけども、いかがですか。じわじわと下がってきたものが、こうやって N を書きながら下がってきたものがですね、同じここの抵抗体に触れて108円の645でまさにね、ドカーンと跳ね上げたと。これがだから、まあ、635ならまだしも600とかの切り板ではこうエントリーできてないわけですよ。まあ、ですんで利益を取り損なってるってこともあると思います。まあこういった形でね、昨日予告した投稿は回収できましたということでございますね。やっぱりね、予約投稿するってことは相当な自信ですからね。まあロットもそれなりに埋め込んでおります。まあ皆さんいかがだったですかね。昨日エントリーした方ははっきり言って少なかったかと思います。なかなかずっとね、この10日間方向性定まらないままに行きましたから。ただ今回みたいに予約投稿するぐらいの自信があるやつは相乗りしとってもよかったんじゃないかなっていう気はしますよ。あんまり煽っちゃいけないんでね、昨日は言いませんでしたけどね。私が予約投稿を動画で予告してセットするということは、まあそれなりに強い理由があったということと、その予約投稿108円の645まで落ちてこなかったら、それはそれでね、玉が持てないんで何の損害もないということなんで、メリットばかり多い昨日のエントリーだったということです。でしっかりとね、30ピップス前後取らせてもらって、しっかりとこれね、ロットも厚みをつけてましたからね。
まあここまで行くとは思わなかったですけども、思わないまま行かなかった。半値戻しぐらいになりましたね。半値戻しね、覚えてます？半値戻し赤で行きますよ。上から、あ、すいません、四角になっちゃった。上からぐーっと来たのが半値ぐらい戻ったということですよね。どうでしょうか。じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。おはようございます。5月24日月曜日の朝6時になります。もうすぐしたらね、相場が動き出しますけども、1週間を振り返りながら週足から見ていこうかと思います。やっぱり週が変わったらね、週足から見ないといけないですからね。こちらです。はい、それでですね、ご質問いただいたことをまずは紹介したいと思います。エリオット波動のことについてですけども、エリオット波動っていうのはどんな時に見られるんですかっていうご質問がありましたよね。まあ、ですので早速やってみようかと思います。この週足使いますね。エリオット波動っていうのは上昇5波とそれから調整の3波で構成される 1,2,3,4,5 で、これで頂点が来て、で調整の3つの波があって、それから基本的にはここを抜けるように上に上がっていくっていうので、エリオット波動が完成するわけなんですよね。まあでも反対に言うと、エリオット波動ができた後、ここでね、三尊ができちゃって大きく下落ってこともありえるんですよ。まあこれは余談ですけどもね。じゃあエリオット波動どんなところに見られるのかなっていうところをちょっと見ていきましょう。これがエリオット波動ですよ。例えばね、今から始まってドーンと上るじゃないですか。ここで陰線ができてるから下に下がるじゃないですか。で第三波が一番長くって、ここで一回調整が入って、はい、頂点を極めましたね。そっから下がっていって上がっていってちょい下がる。どうですか、エリオット波動できてないですか。ここが一番長いですよね。だからこれまあ週足なんで難しいですけども、ここで一番利益を取れたんですよ。私がバイオ行けバイオ行けバイオ行けって言った時っていうのは、結局ここの第3波をずっとそう言っていたってことになります。よろしいですかね、ウィークリー。はい、では次はデイリーでございます。デイリーは、はい、こういう風になってますね。デイリーは、まあ、エリオット波動の話はもうしないですけどもね、上昇して N 字を書いて登っていったわけなんですけども、ここは一番大きかったですね。で、この辺に横ばいに入りながらもう一発上がっていったけども、ここで高値を更新することなく、もうちょっとグニャグニャとなっちゃったわけですね。で、私はこれはね、ヘッドアンドショルダーとかありましたけども、もうこれレンジという形にします。うん、で、こことここは、レンジの中でもちょっとね、飛び出たっていう解釈に変更しますね。もう状況が変わりまして時間が進みましたんで、ヘッドアンドショルダーを追っかけるところではありません。で、この高値切り上げも今となってはもう見れません。じゃあ4時間ですね。4時間いってみましょう。となるとね、もうこれね、レンジなんですよ。ここまで来たら、こことここね。で、先週お話しましたけども、これダブルボトムがあって、この水準では上昇をね、取っていくんだよってから、で、ここでも一回取れてるわけじゃないですか。で、そうなると、安値圏っていうレンジの下の底ができてですね、高値圏という天井ができた、この間のレンジをうろうろしたっていうふうに今、振り返ることができるんですよ。となるとですね、今後しばらくもこちらの底の方に当たったら上昇する、天井に当たったら下落するっていう形で見ていけばいいと思います。じゃあ1時間の方を見ていきますよ。1時間の方は、やっぱりね、横ばいに入っているところですから、ピップスがね、ここを水準にして下に30ぐらいありますね。30ピップスぐらい。で、上にも30ピップスぐらいありますね。で、合計60ピップスなら、このレンジの間で、レンジ内戦略を取ることもできます。ですので、こっからね、まあ一番いいのが、バイとセルに両方に両立てをかましておいて、反対方向のやつを途中から切っていくって感じですね。ロスカットするってことですね。そうすると、最大まで、伸びると利益が見込めるわけなんですよ。ただ
今の方法は真ん中でゴニャゴニャゴニャしちゃうとずっと両方含み損っていうことになっちゃいますんで、あんまり得策ではないっていうふうな見方もできます。ただ全体的に右肩上がりなのか右肩下がりなのか1時間では判断がつきませんので、エントリーはまだ控えておいてですね、エントリーするとしたら、これ今真ん中に線引きましたよね、これ。そして一番下にも箱の底があります、天井があります。ですんでエントリーするとしたらこの辺じゃないですかね。この辺のエリアに入ってきた時にすればいいんじゃないですかね。この辺のエリアにね、入ってきた時に反対方向にするってことでいいんじゃないですか。こういう風に登ってきたらこっちにセルでエントリーする、こっちのに下がってきたらバイでエントリーする、こうやって両方取っていけばいいと思います。はい、ちょっと長々と解説しましたけども、1週間の展望をお話したつもりでございます。いろんな戦略がありますけども、今回はレンジオプション、レンジ戦略を取りますね。天井に行ったらセルで行く、下の方に行ったらバイで取る、そして真ん中への時は何もしないって感じでございます。その方針で1週間見ていきましょう。では、おはようございます。5月25日になりました。5時30分ですよね。まあ会社によっては今日お給料日なんではないかなと思います。もっともお財布の中がちょっとね寂しい日だと思うんですけども、まあ FX をね用いてやれば副業として収入を2万3万月間で増やすことはそんなに難しくありません。難しいのは何かっていうと、 FX を本気でやろうっていうふうにね腰を据えることなんですよ。まあ今日もね FX の相場解説をお届けしてますけども、この放送を通じてよしやってみようっていう方が現れたらいいなと思っております。それではね画面を切り替えてデイリーから見ていきましょう。はい、デイリーでございます。デイリーの方はねこれ全体的に見ると右肩上がりのチャートになってます。ちょうど暗号通貨もね右肩上がりでずっとやってましたよね。でも今は暴落してちょっと下がってる時ですよね。まあ線を引くと大体こういう風になるんですけども、ヘッドアンドショルダーも完全に忘れましたよ。で、要点はここら辺に集まってるよなってことなんですよ。ですんで今がレンジに入ってる最中ですよね。昨日もお話したと思います。で、4時間でもうちょっと細かく見てみます。はい、こちらが高値圏ですよね。で、こちらに安値圏があると、まあ、こういうふうに捉えてもいいですかね。じゃあ安値圏に入ったら何をするんですか。ここここここそうですね、倍なんですよ。倍でエントリーすればまあ大体利益を伸ばしていけるということになります。じゃあ高値圏に入ったら、そうですよね、セルの方ですよね。ですんで今後なんですけども、今チャートバーがこの辺りにあります。真ん中、ちょうど真ん中ぐらいとは言いませんけども、大体真ん中辺ですよね。だこれがこのまま上昇を続けていくようでしたら、ここに当たる瞬間にセルをかければいいということになります。そうではなくて下がっていくようでしたら、ここに当たった瞬間にバイをかければいいということになります。勝率が高いということですよね。で、1時間の方を見ていきますと、もっと分かりやすい。そうですね。ここと、まあ、ここじゃないの？こういうふうに囲ってですね、今、ちょうど真ん中です。だから真ん中はね、一番エントリーしにくいんで、ここではエントリーしないです。少なくとも、このロウソク足が、このバーに達したら、ですね、セルでいく。このバーに達したらバイでいく。これを前提に、ちょっとね、エリアを広げて、この間に入ったらってことにしてもいいですよね。この間に入ったらって形でね。そうするとエントリーポイントは見やすくなるんじゃないですかね。まあ今日は、そういったタイミング探していきましょう。ね、高値圏に行けば下落が始まるし、安値圏に行けば上昇が始まる。これが、チャートの大筋です。まずここを捉えて、それから細かい戦術が入ってきます。今日はそんなことですね。ですんで上と下のゾーンをよく覚えておいて、そこを確認して、そこに達したら逆方向に張っていくって形にしましょう、ね、必ずロスカットラインをつけてくださいよ。ということで今日は基本的なことをお送りしました。ではまた明日。はい、速稼塾の久保でございます。今日は5月26日朝6時の相場解説になりますけども、まあ、しばらくねレンジ戦略に入っております。レンジ戦略っていうのは普段のブレイク戦略とは違って、ゾーンを抜けたところで取りに行くっていうのではなくてね、
ゾーンで跳ね返るから、その跳ね返った瞬間に逆張りをしていきましょうって形でございます。まあ、上の方、高値に入ったら、セルで入って、安値に当たったら、バイで入るってことを繰り返していくって形ですよね。そして、高値に入った時に、ブレイクすることもありますので、そうしたらですね、ロスカットラインでカバーするという形でございます。まあ、今日もそれをね、お送りするんで、非常に退屈ですよ。こちらです。まず、デイリーから見ていきますけども、デイリーはね、レンジね、この間のレンジ戦略になりますよね。で、安値圏と高値圏ちょっと引きますね。赤で買おうかな。安値圏に入ったら倍に行くんですよ。で、高値圏に入ったらセルに行くんですよ。これがレンジ戦略です。普段は抜けたら抜けた方向についていくブレイク戦略でしたからね。だから今回はレンジの練習だと思って、このレンジ相場をね、乗り切っていきましょう。必ずしもね、利益にならないかもしれないですよ。だからレンジっていうのはもともとね、利益取りにくいんですよ。はい。じゃあ、黒で改めて書きますけども、高値圏のゾーンを引きます。こことここ、高値圏ですよね。これをつないで、箱で囲います。そして安値圏なんですけども、まあ、このダブルボトム、ヒゲ先はあるんですけども、今回は実体で引きましょう。実体。実体。ですね、これが安値圏ってことになります。ね、ですから、安値圏に当たったら、倍で入るし、高値圏に当たったらセルで入る。普段と逆でしょ？普段は、ブレイクしたらブレイクした方向についていきましょうってこと言ってましたからね。今回はレンジ戦略で、こっちと、こっちで、倍とセルを繰り返していくって形になります。ロスカットは必ず引いてくださいね。さあ、それで1時間ですけども、1時間の高値圏、安値圏引いてみますよ。高値圏。こんな感じで引けると思います。で、安値圏は2つしかありませんよね。こことここしかないんで、ここでまあ引いていきましょう。これで完成です。で、現在真ん中にローソク足がありますんで、倍とかセルっていうのは非常にかけにくいです。というのが、手数料で最初マイナス食らいますからね。だから、真ん中からセルとか倍どちらにも入れるんですけども、それは見込めるピップスによるんですよ。今、108円の956ですよね。ですんで、上に、まあそうですね、10かな、10、20、30ぐらいしか進めないですね、ここね。30だと、狙えないこともないんですけども、ちょっとリスクの方が高まるんで、私はちょっとお勧めしません。全体の幅がだいたい60ぐらいありますんで、やっぱね、50以上のピップスが狙えるんだったら、セルやバイに入って、セルやバイに入って、結果30ピップス取った、20ピップス取ったっていう風に考えた方がいいと思いますね。これがレンジ戦略です。はい、レンジの場合はですね、真ん中にポジションがある場合は、非常に上にも下にも入りにくいです。どっちに行くのかわからないですね。分かったところで、見込めるピップスがゾーンまでの距離になってきますから、それがね、30ピップス程度だったら、私は行かない方がいいと思います。少なくとも50ピップスの幅があるから、結果的にその半分、25ピップスとか30ピップスが狙えるわけであって、最初から30ピップスだと、頭から尻尾まで取らないと30とかが出ないんですよ。ということは、10ピップスとかを狙いに行くのに、抱えるリスクが10ピップス以上みたいな感じで、リスクリワードは合わないんですよ。だから私はお勧めしません。今回みたいな、ゾーンが決まっていてね、上と下、上底と下底が決まっていて、その真ん中にポジションを取る玉となるべきね、チャートがあるときに、値動きがあるときに、入るのは得策じゃないと思いますね。これが私のレンジ戦略です。参考にしていけば幸いです。あくまでも、上とか下、上底や下底に触れた場合に、その逆に入っていくって形で見ていくのがいいと思います。それでは今日は水曜日でございますんで、今週ね、水木金とどこまでこのレンジが続くのか見ていきましょう。はい、レンジ戦略の昨日は3日目をお届けしたんですけども、まあここでレンジ戦略がね、ちょっと壊れましたね。今回はね、レンジを破ってブレイクに入ったところ、そしてそこからまたもう一回ね、レンジ戦略を見ていこうかなっていうところでございます。それでは今日は変則的なんですけども、1時間と4時間をご覧いただきます。どうぞ。これが1時間なんですけども、ね、ご覧いただいたように、レンジ戦略はね、ここにあったんですよ。ここへね。
で、この上底と言いますけど上の方と下の方でどうするかを分けていたんですが、ここでね本来なら跳ね返るようにセルを打つとこだったんですけども、セルはロスカットを食らって代わりにこれをブレイクして伸びていきましたね、上の方へね。ということでレンジ戦略が一旦壊れたわけで、ここからブレイクに入ったというところなんですけども、そう言いたいところなんですけども、まあ寝ていましたんでブレイクはクイックレスポンスできませんでした。ということでこれからの見方なんですが、こういう風になります。4時間次見ますよ。4時間開けてみますと新しいレンジのラインが見えてくると思います。それがここですね。まあですんでもうちょっとしたらセルの方に入る準備をしなければなりませんし、同時にですね同じ地点を踏まないためにブレイクの構えもしていかなければなりません。幸いこれから夜が明けて1日が始まるところですから、これはね1時間ごとにしっかりとチャートを見ていってですね、レンジ戦略、要するにセルに入るかブレイク戦略、バイに入るかってことを決めることができると思います。まあ、今回はね非常にラッキーなのが日中にこれが起こるってことですよね。だから寝てる間に起きるとどうしようもないんですけども、前回みたいな予約投稿するしかないんですけども、そこまで自信がないわけなんですよ。これはクイックレスポンスするしかないんで、こういう時はチャートに貼り付くっていうことになります。まあ、ですんでね、いつもかつもチャートに貼り付いているわけではないんですよ。チャートに貼り付かないと判断できない時は貼り付きます。張り付くと言っても別にずっと見るわけじゃなりませんよね。私は1時間でエントリーするんで、1時間ごとにチャートを見に来て、そして4時間をチェックして、ブレイクしたなと思えば、バイに入る。跳ね返ったなと思えば、反発したなと思ったら、こうね、反転狙いでセルに入るって形になります。ということでね、今回は、チャートに張り付くときはというテーマでお届けしました。いつもかつもチャートに張り付くのは、まあ最初の頃はやってましたけどね、慣れてくるとチャートに張り付くべき時とそうではない時とか明確に分かれることができます。今週はそういった意味ではレンジ戦略がね3日間続けてきて、ブレイクを経験した後にもう1回レンジ戦略に入って、今回はレンジのためのセルに入るのか、それともねブレイクしてバイに入るのか、その際を見ることができる、そんな木曜日になったかなと思います。とってもいい教材の1週間になりましたね。それでは今日しっかりとじっくりと見ていきましょう。グッドラック。おはようございます。5月28日になりました。今日の FX 相場解説なんですけども、4日にわたってお届けしましたレンジ戦略、これが破れてですねブレイクの方に転じました。まあだいたいブレイクの直前というのはレンジが続くものなんですよ。そしてブレイクした後は必ずまたレンジに戻る、収束するってやつですよね。跳ねて収束して、跳ねて収束して、心電図のこの電波みたいにこういう風に繰り返していくのが FX のチャートだという風にご理解ください。それではね、画面を見ながらどのように変化したのかこれを確認していきましょう。どうぞ。まずはデイリーからです。安値圏からぐーっと上がってきてね、そしてまあヘッド&ショルダーっていうのは懐かしい話だったんですけども、そっから横ばいに入りました。まあ若干右肩上がりだったんですけども、でもこれをね横ばいとして捉えていきましたね。で、今回ブレイクしたわけなんですけども、その辺を4時間と1時間、黄色い線を引いてますんで、そのゾーンとともに見ていきますね。まず4時間の方から、はい、黄色い線を2つ引きまして、高値圏安値圏にしました。今回ですね2つの高値圏を突き破って一旦下がりました。そして下ひげをつけて陽線出てますよね。このように行くパターンが多いということですね。 N を書いて上の方にドーンと突き抜けるパターンが多いということです。そしてこちらの安値圏から伸びていったわけなんですけども、一旦ゾーンをですね、ブレイクして、レンジをブレイクして上昇したわけですけども、その辺をどういうふうに考えていくのかってことをこれからお話していきます。ここら辺四角で囲ったところを1時間クローズアップします。まあ、4日間にわたってお伝えしたんですけども、こういうふうに2つのね線ができてますよね。こちら上底と下底って言い方しました。でこの間でずっとレンジを形成していたのがここ何日かのことで、それをレンジ戦略1,2,3と3日間4日間お届けしたんですけども、今回は跳ね返ることなくブレイクして上に突き抜けて、そしてレジサポ転換して上に大きく抜けたってことになりますんで、一旦ロスカットは食らったんですけども、上に抜けた瞬間でもうすでに N の反転狙いでこっからエントリーして
これは取れたということになります。当然私取れてませんよ、これ寝てましたね、この時間寝てばっかりですね、いい時はね、はい、だから私の寝る時間ね、今回は夕方から夜にかけて、だいたい起きるのがね深夜の2時ぐらいなんで、気がついたらこれが全てもう行かれてたって話ですよ、これが。はい、でもまあ寝動きはこうやってね後で確認できますんで、今度からはこの上の方をね、よくよく見ていくことになります。うん、109円台から110円台に乗りそうですね。今陰線を描いてるところですから、また N を描いて上の方に突き抜けることを期待したいと思います。で、 N を描いて突き抜けるのは4時間に戻りますよ。ほら、ここで予見できるでしょ、ほら、ここで。だからこれからは倍の方に向けて、うん、エントリーポイントを測っていくってことになりますね。はい、いかがだったでしょうか。レンジ戦略 1,2,3C とありましたんで、そろそろまあ拮抗が崩れてブレイクするんじゃないかなってとこだったんですけども、まあ私の寝てる間にブレイクしましたねまあですけども、この寝動きをしっかりと覚えておくことによって次の取引に生きていきます。レンジが続いた後はいつブレイクが起きてもおかしくないんで、ロスカットを食らったらすぐにレイズサボ転換して反対目に入れていくってことですよね。これだけ覚えておきましょう。それではありがとうございました。こんにちは、速稼塾の久保です。今日は5月31日でございます。先週先々週とね、5月は何かと苦心しました。取ったところもご覧いただいたように取れたんですけども、どちらかというとね、レンジ相場の中でエントリーしたくてもできない瞬間が多かったかなと思いますんで、今回はねかなり利益売上少ないんですよ、なんかねやり始めてマイナスではないんですけども、利益の取れた月だけを並べてみると、まあ一番取れてない最悪の時だったんじゃないかなと思います。5月ね、これほど5月がね稼ぎにくいっていう印象はなかったんですけども、今回ね来年のためにもこの5月は結構苦しかったんだよってことをね残しておこうかと思います。同時にですね、暗号通貨の市場を見てると余計思うんですけども、結構相関するところが見えてきたかなと思いますけど、まだ分かりません。ただやっぱり暗号通貨やりながら、もしかしたらドル円との影響もあるんじゃないかなってことも感じながらやっていかないといけないかなってことでございます。まあ上半期を振り返ってみると、トランプ政権からバイデン政権に変わってグイグイとねドルの金額が上がっていったってところがすごく特徴的だったですよね。それからエリオット波動を書くように半値戻しぐらいをしてセルの瞬間もあったと。今はそのセルの瞬間が終わって、さらにその半値戻しで倍の方に向かっていくのかなってことでございますけども、そのぐらいをちょっと振り返りつつ、今日はまたね週足から見ていこうと思います。どうぞ。はい、週足の方をご覧いただいてますけども、やっぱり高値圏と安値圏の意識がすごく大事なんで線を引いておきますね。高値圏と安値圏という形でございます。で、安値圏に入ったら上の方に行くし、高値圏の方に入ったら下の方に行くしってことです。現在はバイデン政権がぐーっと上がってきて半年戻しが終わった後、さらに半分戻したかなっていうところで、おそらくこれから収束に入るようなトライアングルを書いていくっていうことが予測されるんですけども、まだこれだけじゃ分かんないですよね。もう一回上の方に行ってレンジに習ってこういうふうな形を取るのかもしれませんよね。はい、ではですね、次はデイリーでございます。デイリーはね、懐かしい話ですけども、上昇したのがヘッドアンドショルダー書くか書かないかってとこだったんですけども、そういうのは関係なくこちらの方のレンジを書いてですね、今ちょっと上の方に抜けていったかなってことでございます。ですので次はね、ここを目指すかどうかってところが争点になるんですけども、これね、ヒゲを出して陽線じゃないですか。これってのはもうこれ以上伸び悩んでますよっていうサインでもあるんで、大きく上にこのまま跳ねることは考えられないです。跳ねるとしたらこういった形を作って、一旦ね下の方に巡り込んで、それからもう一回倍の方をトライするって形ですかね。それも意識しながら4時間の方を見ていきますよ。4時間の方を見ていくとブレイクしましたね。この高値圏を超えてブレイクした後、まあブレイクした後ね、こういう風に上の方に跳ねました。で、急速に陰線を出して今ここにいるわけなんですけども、おそらく今までの例からするとこちらの方に向かうというふうに思われます。で、最後1時間足ですよね。今日はまだ相場は動いてませんけども、横ばいのところからブレイクして一旦下について勢いをつく形でこういうふうに上がってきました。
同じようにですね、この水準を作ってるわけなんで、ここを一旦超えて N を作って大きく上がるというね、フラクタル画像ができましたね。フラクタル画像わかります？ここの形とここ全体の形が似てるでしょ、うん、だからまあ上昇に向かう親和性がかなり取れてるかなってところなんで、相場が食い出したら倍の方に向かうんじゃないかなってことを意識しながら見ていこうかと思います。ただし私ね、今日ね、はい、ちょっと終わりましょうか。今日私ね、健康診断なんですよ。ですんで午前中は全くチャートが見れませんし、午後はね、うちの大和くんがちょっとね熱を出したみたいなんで、今下がってるかなと思いますけども、午後はね病院の方に連れていくんで、相場は今日はここで私退場になります。今日はすみませんけども、エントリーはできませんし、チャートを見ることもないと思います。ということで今日はね、ここまでが精一杯です。また明日お会いしましょう。